アレクサンダー・パウル・ルートビヒ・コンスタンティン・フォン・ビュルテンベルクは、ドイツのビュルテンベルク王国の王族。テック公爵家の子祖。ビュルテンベルク王フリードリヒ一世の弟ルートビヒと、その二番目の妻でナッサウ・バイルブルク公、カール・クリスティアンの娘であるヘンリエッテとの間の息子として、サンクト・ペテルブルクで生まれた。アレクサンダーは1835年。 ハンガリーの伯爵令嬢レーデー・クラウディアと帰遷結婚をし、間に三人の子女を設けた。クラウディアは、ホーエンシュタイン伯爵夫人の称号を与えられ、子供たちも同様の称号を許されたが、王族として扱われることはなかった。1841年に、妻クラウディアが馬に踏み殺される悲劇が起きると、アレクサンダーは心を病み、精神的不安定は死ぬまで続くことになった。 1863年、3人の子供たちは、ビュルテンベルク王・ビルヘルム一世から、テック公爵の地位を与えられた。長男のフランツは1866年に、イギリスのビクトリア女王の十枚、メアリー・アデレード・オブ・ケンブリッジと結婚し、これによって1871年に、テック公爵に昇釈した。フランツとその子供たちはイギリスに帰化し、フランツの娘、 ビクトリア・メアリーは、イギリス王ジョージ5世の日となった。ありがとうございます。